掴みかけた熱い腕を振りほどいて君は出て行く。わずかに震える白い顔に君の年老いた悲しみを見た。銀河に向かう長い廊下でなぜだか急に君は立ち止まり、振り向きざまに俺に拳を見せて寂しそうに笑った。やがてリングと拍手の渦が一人の男を飲み込んでいた。立ち上がれもう一度その足で、立ち上がれ命の鼓動を痩せ。君はついに立ち上がった。血に染まった赤いマットにわずかに開いた君の両目に光る涙が何かを語った。獣のように挑戦者は襲いかかる若い力で、やがて君は静かに倒れて落ちた。疲れて眠るようにわずかばかりの意識の中で、君は何を考えたのか。立たないでもうそれで十分だ。狼よ彼を救いたまえ。ロッカールームのベンチで君は切れた唇でそっとつぶやいた。帰れるんだこれでただの男に、帰れるんだこれで帰れるんだ。ライ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